持ち経験は中華、人民共和国国立交渉水化市に位置する県。県人民政府中地は持ち経鎮、国家給品根源に指定されている。県道175号沿いの本県南東部に紅葉ダムがあり、松花江に合流するストムビン川が域内に流れている。旧称は、総流上五一個、占い系を遥かに望むという意味より、 持ち系と称された。1908年、新町は、総流城を、持ち系陳と解消、海林府の管轄とした。中華民国が成立すると、当初は、海林県の管轄とされたが、1916年、国立交渉高所は、海林網南部のウーロン港以南の地区に、持ち建設地局を設置された。1918年2月11日、 持ち形設地局は二島県の持ち経験と改変され、スイ水乱道の管轄とされた。九百二十九年二月の同性廃止に伴い、国流交渉の直轄とされた。九百三十二年、建国された満州国の行政区画となった持ち経験は、九百三十四年十二月に国流交渉は解体され、貧行省の管轄に、1939年6月には、 新設された北安省に移管された。1945年、日本の敗戦と満州国の崩壊に伴い、中華民国の死政権が復活したが、国境内戦の結果中国共産党の実効支配下の解放区とされ、1947年2月には国立公論ジャン連合省第三戦区の管轄とされたが、同年9月に国旅公省に移管されている。 中華人民共和国建国語は国立交渉の管轄化とされ、1956年3月にスイカ戦区、1958年8月には松花江戦区に移管された。1991年、スイカ地区が地球市のスイカ市に改編されると、その管轄権とされた。4街道、9鎮、1民族鎮、3郷、2民族郷を管轄。 ありがとうございます。